Paris means a lot to me because I used to live here, and also there is this beautiful love story between Japan and France since decades, and I thought it would be really interesting to bring this exceptional shokunin here one day, and thanks to All Nippon Airways it happened. I love everything about Japan, from culture to people to language to the aesthetics. I've been going there for many years. Japanese cuisine is really special because it's so simple, but at the same time it's very complex. 単純な仕事なんですけども、切る、味付けをする、焼いてお客様に出すという仕事なんですけれども、それが果たして美味しいかどうかは自分が食べることができない仕事なので、お客様の顔を見て自分が出したものが良かったかどうかという判断というか、喜んでもらえたことかというのを見るようにしますね。なので、少しずつ昨日よりも今日よりも明日が良くなるように、お客さんに喜んでもらえるように心を上げて仕事をしています。なのでチャレンジというか、そこはもう自分がやらなければいけない仕事であって、これで終わりというものはないのかなっていうような気持ちでいつも仕事に向かってます。全く本当にピュアな日本の料理っていうのが食べれる機会っていうのはそうそうないと思うんです。なので今回来てくださるお客様は間違いなくそのいい時間を過ごしていただけると思いますし、またより深くこれが日本でやってる、日本でしてる料理なんだ、日本で食べれる料理なんだ、だからまた日本に行ってみたいなとかって思うきっかけにもなってもらえると思いますし、やっぱり本物は必ず伝わるので、すごく皆さん興奮されて、帰られるかとは思います。考え方としては、食品の考え方としては、僕はなんかこう、これはダメとかあれはダメっていう食材はなくて、天ぷらにすべきものをあげるっていうものをすごく思っていて、それは肉でもそれこそ米でも何でも、それがあげるべきものっていうものがあればいつでもあげたいとは思っています。それが職人かなと思って、あまり硬くならずにですね、いろんなものを挑戦していくっていうのが職人だと思います。料理プラスそこの、ライブ感というか気遣いというか、その空気感を楽しんでもらうように一応心がけてはいますね。